エレオノラ・シアーズはアメリカマサチューセッツ州ボストン出身の女子テニス選手。フルゲームはエレオノラ・ランドルフ・シアーズという1910年代の全米選手権で活躍し女子ダブルス4勝、混合ダブルス1勝を挙げた選手である。シングルスでは1912年に準優勝があった。彼女は全米選手権男子シングルスの初代優勝者リチャード・シアーズの名にあたる。 彼女はエレオという愛称で呼ばれた右利きの選手。エレオノラの父親であるフレッド・シアーズは1874年にジェームズ・ドワイトと一緒にアメリカで最初にテニスを紹介した選手として知られる。おじのリチャード・シアーズは7年後の1881年に創設された全米シングルス選手権で第一回大会の優勝者になった。エレオノラは乗馬、ゴルフ、 競歩などの多彩なスポーツをこなし、自宅のあるボストンから40マイル離れたロードアイランド州プロビデンスの間を競歩の速さで往復したという。勢力的な女子スポーツ選手であったエレオノラは、1911年に30歳でテニスの全米選手権に初出場し、女子ダブルスでヘーゼル・ホッチキスと組んで初優勝した。翌1912年。 シアーズは2年連続で女子シングルスのチャレンジラウンド決勝に進出する。当時の全米選手権ではチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルの流れで優勝者を決定した。1911年のチャレンジラウンド決勝でフローレンス・サトンに敗れ大会前年優勝者であったホッチキスへの挑戦権獲得を逃したシアーズは1912年もメアリー・ブラウンに4から6。 二から六で敗れた。しかし、ホッチキスは結婚のため1912年の大会に参加せず、この年はオールカマーズファイナルが行われなかった。この方式の場合、自動的に決勝に進出できる前年優勝者が出場しなかった場合は、チャレンジラウンドの決勝結果を優勝記録表に記載する。こうして、エレオノラシアーズは1912年の女子シングルス。 準優勝者になった。その後、1916年に4年ぶり3度目のチャレンジラウンド準優勝があったが、彼女はとうとう女子シングルスのオールカマーズファイナルに進出できなかった。全米選手権女子シングルスでは、この方式は1918年を最後に廃止された。エレオノラ・シアーズは優れたダブルス選手として、 1915年から1917年まで女子ダブルス3連覇を達成した。1915年は結婚後4年ぶりに復帰したヘーゼル・ホッチキス、ワイトマンと組み、1916年と1917年はモーラビュルステッドと組んでいる。1916年はウィリス・デイビスと組んだ混合ダブルスでも優勝し、この年は女子ダブルス、 混合ダブルスの2冠を獲得した。この時期は第一次世界大戦の最中であったが、全米選手権は戦時中も開催が続行された。第一次世界大戦の終戦後、シアーズは1922年から1924年までウィンブルドン選手権にも挑戦したが、すべて初戦敗退に終わっている。全米選手権には48歳を迎える1929年まで、 出場を続行した。エレオノ・ラシアーズは1968年3月16日、フロリダ州パームビーチにて86歳で死去した。彼女は全米選手権のダブルスにおける活躍を評価され、死の直後の1968年に国際テニス伝道入りを果たした。ありがとうございます。